乃木坂46の弓木直衣が、10日放送のフジテレビ系ダンスバラエティ番組、乃木坂46とダンスバトルズ、毎週火曜日夜11時30分に出演。天然感満載の、弓木ワールドを展開した。弓木直衣、不思議発言に霜降り明星も、どういうこと、この日、筒井あやめと二人で出演した弓木。スタジオには初ゲストとして、プロダンスチームディップバトルスの面々が登場した。ダンサーの牽制から、アニメーション、ダンスが得意だと聞いた二人は、どんなダンスなのかを当てることに。バル、筒井は、アニメの技とかが織り交ぜられている、と回答すると、進行役の霜降り明星、聖夜、粗品からも、当たってるかもしれん、ドラゴンボールの、カメハメハとか、と声が上がった。一方、弓の木からは、アニメってことで、アニメのダンス、と回答が、シンプルすぎて色々な意味に取れそうなこの答えに、霜降り明星の二人も思わず首をかしげて、どういうこと、と口に。しかし弓木は爽やかな表情で、そういうことでした、と説明にならない説明をきっぱり。スタジオ一同が不思議な空気に包まれる事態となった。バル、弓木直衣。再び謎発言でスタジオ困惑ところが、正解を伝える牽制の口からは、めっちゃ近い、と意外な一言が。答えは、アニメーションのような、コマ送りのようなダンスなのだという。すると目を輝かせた弓の木からは、あれですよね。元素で言うと、とこれまた謎な一言が発せられ、スタジオ全員が再び首をかしげることに、ペラペラ漫画、と元気いっぱいに言った弓の木だったが、これはもちろん、パラパラ漫画、の言い間違え。聖夜から指摘されると、パラパラ漫画、みたいなことですよね、と言い直した弓木。独特な表現を使いながらも最終的には的を得たコメントに、一同が納得することとなった、弓木ワールドに、疲れが溶けていく、待ってました、とファン歓喜ネットでは、この独特な、弓木ワールドが、最高。待ってました。さすが弓の木ちゃん。一言でも爪痕残す。と反響が続々。1日の疲れが、弓の木様の天然っぷりで溶けていく。この場を持っていく力が、弓っきー、弓木の愛称の魅力なのよ。と、すっかり弓木沼にはまった書き込みが続いていた。また、番組公式ツイッターでは、筒井と弓木がオープニングのダンスを一生懸命考えながら踊る場面を公開。お互いに、いいよ、かわいい、と声を掛け合いながら踊る様子に、この二人の可愛らしさは特別、と絶賛の声も書き込まれていた。